はい、おはようございまーす。あ、モネルさん。中村さん。なんかね、来週の土曜日、ちょっと朝早いんだけど。はい、来週の土曜日、はい。屋形船やろうかなって花見。あ、はい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 。よかったら中村くんどうかなーと思って。行きます。メンツがね、結構ね、異色なんだけど大丈夫かな。あれとは多分養分とかも来るでしょ。来ない来ない。ヨウは来ないさ。え、来ないの？うん。別に、俺、NG 全くないんで、配信やるんだったら。あ、そうなの？あ、プライベートの NG はもう多いけど、うん、配信上の NG はもうゼロなんで。あ、そうなんだ。はい。会費もちょっと高いんだけど、1万円ってさ。あ、全然1万円だったら言うし。で、飲み方の食べ物付き？うんうん。で、2時間で、朝なんだよね、でもね。9時から飲む感じ。朝だけそこが重要で、朝だけなのか、それとも。まあ、2時間とかでもいいよ。ああ、なるほど。もし足りないんだったら、ね。2時間もやるってことですね。まあ、足りなかったな。うん、うん。でも2時間だけって足りないよね、やっぱね、飲むとしたら、ね。足りないよ。足りない配信者が2時間だけって。そうだよね、その後なんかね。うん。うん。了解です。じゃあ、詳細送っとくね。うん、了解です。ちょっと、朝早いけど。あ、全然大丈夫です。ありがとう。じゃあ、前日に泊まりに行くんで。え？はい。え？じゃあ、私多分、前乗りで、そっち、あれね。どこなの？まあ、その、屋台船って。墨田区って書いてある。あ、じゃあ、近いっすよ、俺、墨田区。あ、じゃあ、近い？あ、近い。全然車で、バイクで行ける距離なんで。うんうん。墨田区は。じゃあ送っとくね、詳細。はーい。ありがとう。はーい。いいじゃん、いいじゃん。こういう風に私がもうパパパってかけてっちゃえばいいんだね。そうすると早くない？静香ちゃん？はい。久しぶり。あ、久しぶりです。元気？はい。あのね。はい。来週、屋形船の上でお花見をしようかなって、はい、屋形船やろうかなと思ってんのよ。はい。よかったら静香ちゃん来てくんないかなって。来週って何曜日ですか？土曜日の午前中なんだよね。はい、3月の30日ですか？ね、そうだね、30日のね、朝 9時頃。早いっしょ。はい、早い。で、場所がね、東京都なんでね、はい、静香ちゃん今どこに住んでんだっけ？今は千葉県の鴨川です。ああ、結構遠いな。ね。でも、参加したいです。あのね、TikTok の無限くんって知ってる？はい、ああ。とかも来る。あ、無限さん知ってます。はい。会ったことある？まあ、会ったことはないけど、あの、うん、TikTok の4コラで、うん。お話ししたことがあります。ああ、そっか。はい。で、静香ちゃんも TikTok やってんでしょ、今。はい。なんかどうかな、いいかなと思ってさ、話し合うんじゃないかなと思ってさ。あ、ぜひ、よろしくお願いします。あ、本当？じゃあ、詳細送っとくね、はい。あ、ありがとうございます。はーい。はい、失礼します。ありがとう。ありがとうございます。でも、静香ちゃん今お金あるよね。大丈夫だよね。おはようございます。おはようございます。立候補の方ですか？はい。屋形船は参加できますか？はい。はい。会費が1万円なんですけど、払えますか？はい。本当に？はい。うん、大丈夫だよ。今だって毎日働いてるもん。じゃあ、愛子ちゃんのお誕生日プレゼント、屋形船どう？それプラス天城船。うん、うん、私ね。うん。ね、やっぱりね、ちょっとね、TikTok で頑張りたい。頑張りたいの。売名したいのね、じゃあ。10万ぐらい稼ぎたい。無限くんに売名する感じで。そう、無限くんに売名したい。あいこちゃん、ゆっこちゃんと仲いいの大丈夫？誰？ゆっこちゃん。あ、なんかさ、私にキャラさ似てるね。もう、でも、まあ、さ、ちょっと違うけど。ちょっと近いんだよ。なんかね、狛江が電話で、うん、
ね、ゆうこっていうふわっちの発信者知ってるってさ、言われるの。うん。前にね。うん。だから、その時は知らなかったの。あ、そうだったんだ。それで、それで、通知を取ったの。うん。そしたらさ、本当はショートなんだけど、うん。で、いつもさ、いろんなさ、ロングのウィッグさ、つけてるんで、うん。話し方もすごく癒し系の。そうそうそう。ね、アキコママのところで。話してるよ。だよね、アキコママのところでさ、働いてる男の子のことにさ、見ついてるでしょ？うん。翔くんとか ね、もういないけど、うん。あ、そうなのね。うん。うん。そう、だから、うん。多分、さ、年もさ、近いじゃん。うん。で、だから、うん。会うと思うよ。じゃあ、あやこちゃん、あれよ。うん。いいんですか、うん、じゃあ、メンバーに入れちゃって。うん、何時から朝早いよ。大丈夫。私ね、夜勤明けで6時までさ、仕事だから、その日。あ、そのまんま来るってことじゃん。うん。うん、6、7、8、間に合うかな、2時間で。6、7。どこ？両国。ね、両国。あ、大丈夫よ。両国は、あいこちゃん、そうだよ。そんで終わってからもう俺さ、両国？うん。あいこちゃん詳しいよね、多分ね、両国ね、お相撲さんで。ね、ななちゃんさ、ななちゃんさ、お相撲さんとさ、さ、好きじゃない？あんまり。あんまり？え、イケメンもさ、いるよ、うん、筋肉質の。でも、ぽっちゃりとかがっちり、あんまり。いや、だから、いや、痩せてる、可愛い子の方が全然さ、いるよ。お相撲さん呼んでくれるってこと？あ、ちょうど、場所休みだから、うん。場所休みはさ、自由なんだよ。あ、そうだ。あ、でも配信者だけにしようかな。あ、うん。うん。その方がいい。ね、二次会かなんかを両国のさ、愛子ちゃんが知ってそうな店でやろうじゃん。あ、ちゃんこ？ちゃんこ。有名なちゃんこ屋さん。あ、でもご飯は食べれないんじゃない？多分。あ、そうだね。あ、そうそうそう、なるちゃんね、昨日ね、うん、昨日焼肉屋さんにさ、電話したの。うん。そしたら、閉店3分後に電話しちゃったみたいでさ、電話出なかったから今日電話しようと思って。そうなんだ。うん。じゃあ、詳細送っとくね、一応。当日、あ、はい、よろしくお願いします。うん、お願いします。ありがとう。はーい。で、あやこちゃんはお金いらないから、私、誕生日プレゼントだから、ね。はーい。はーい。で、池上も来るんだもんね。うん、来る来る。はーい。あれ、愛子ちゃんと時静香ちゃん仲いいんだっけ？仲いいよね。ポルポン？あ、なんちゃん久しぶり。久しぶり、元気？ああ、元気してるよ。今何？ふわっちやってんの？今、ふわっち。ごめんね。いやいや、全然、うん。暇やったし。うん。あのね。うん。来週ほら、屋形船ね。ああ、なんか、屋形船。で、花見しようかなと思って。決めてるみたいな。うん。コメントあったけどね。うん。うん。よかったら、ポルポンどうかなと思って。マジか。でもね、屋形船ちょっと高いよ。1万円するかな。1万円？あ、やっぱ、それぐらいするんだ。うん。なるほど。え、ちなみにその、場所とかってまだ公開してない？してるしてる、両国。両国？うん、東京ね。東京なんだ、うん。東京だったらまあ、あ、朝9時から ?9 時からか。だから、週5はもっと早いけど。あー、なるほど、なるほど。来れるかな、あなた寝坊すけだけど。まあ、確かに。ちょっと保留でもいい。保留でもいいよ。うん。ありがとうね、誘ってくれて、奈々ちゃんね。うん。うん、あの、誘われないと思ったわ。もうなんかメンツが、もう大体もうなんかリスナーさんのコメントで分かったから。さすがにもう誘われないだろうな。いや、いつも誘ってんじゃん、なんかしな。ねえ、だから、あら、なんか、あれもう決まっちゃってるから俺、ないんかな、みたいな。TikTok はやってないの？ TikTok 終わりにやってるよ。あ、ふわっちも？
そうそうそう、マッチもやった子が、ね、まあ、やっぱりその TikTok に来てくれる人とかも出てくるから。あれ、ゼロワン君の事務所だっけ、そう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 。ワンライブだよね。うん。うん。いや、見てくれてんの最近。ポルポン？ななちゃん。うん、TikTok は見てないかな。ツイキャスは見てるけど。まあ、もう全然やってないからね。そうなのよ。言ってね。やってないかなあらっていう、どうしたのかなってね。え、ペヤングは俺の見てやってくれたんじゃないの？何の話をしてんの？いや、なんか俺がやった後にやってたから。え、なに俺一番的な感じ？いや、一応早かったから。私は、野田さんとか食べてたからやったのかな、確か。ああ、全然違ったわ。小町くんとかね。でも、ポルポンは早かったんだ。自意識過剰だった、みんな。ポルポンはめっちゃ早かったのじゃん。いやー、なんか TikTok でやってたから多分気づかれてない。だ、みんなに。そうなんだ。で、一応詳細送っとくから保留っていうか、もしあれだったら連絡して。なんか、できるだけ何日までに決めない意見っていうのもなんか教えてくれるとありがたい。なんかあんまりグダグダしてるのもちょっと失礼だし。できればね。うんうんうん。できれば、なるは、来週中だね。来週中。あ、今日中、今日中。今日中今日中。でも、やかだめねってほら、わかるでしょ。キャンセルとかあるじゃん、その。ああ、まあ確かにね。そう、人数、あ、そうそう。今日、今日中に送っ、教えて。今日中に。うん。OK です。了解です。はーい。はーい。じゃあ、本赤の方に送っとくね、詳細。誘ってくれてありがとうございます。はーい。失礼します。はーい。おい。じゃ、ポルポンは保留ということで、チルちゃん、寝てた？あ、起きてました、ちょうど。あのね。はい。来週ね、屋形船の花見をしようと思ってて。来週？はい。そう、来週の土曜日？土曜日。うん。結構ね、朝早いんだよ。9時から10 11時なんだけど。9時から11時。うん。あ、じゃあちょ、これはお誘いもらってるってことでいいんですか？あ、そうなの、そうなの。YouTuber としてさ、ちょっと。はい。YouTuber のちゅるちゃんとして呼びたいなと思ってて。結構人数いるんだけどね、片分ねって。あ、そんな、貸し切りでやるってことですか？うん。あ、なるほど、了解です。で、なんか TikToker とかも来るんだよ。あー、なるほど。無限くんとか知ってる？あ、奈々さんの放送で見ました。うん。なるほど。そうなんだ。了解です。わかりました。そしたら、うん。もう、ちょっと今日、私予定、そう、ここの日、ちょっと、行けるか連絡する、うん、すれますね。わかりました。うん、お願いします。ありがとうね。詳細一応送っとくね。あ、ありがとうございます。お願いします。はい。じゃあね、ありがとう。はい。お疲れ様です。じゃあ、保留欄だね。保留には今日中に連絡が来るということで。いいんじゃない、いいんじゃない、一応くん、もしもし、はい。来週さ、屋形船やるんだけどさ、どうかな、うん。ワンコちゃん。11時、10。早いんだよ。朝。9時からの。9時からでしょ。そう。なんか朝ごはんあげて、そのまま出て、お昼過ぎぐらいに帰ってこれるんだったら全然、時間は大丈夫。あ、本当？15人集めなきゃいけなくてさ。ああ。なんか、無限くんとかもね、ちょうどこっちいるみたいで、来てくれるみたいで。はいはいはい。で、今んとこね。うん。こないだうちに来た、柿達くん、達也くんって人と、ああ無限くんとこが二人と、二
人誰が来るんだろう。なんか、名前なんだっけな。TikTok か人。TikTok かで有名、割れ目くん。割れ目くん。はいはい。うん、で、あと、ゆっこちゃん。うん。中村くん。中村。とき静香ちゃん。あいこちゃん。はいはい。あと、ペリッパーくんって言って、私が仲良くしてるさ、子がいるんだけど。はいはい。イケメンのね。ああ。そうそうそう。あと、誘ってんのは、チュルちゃんとか、ポルポン。はいはい、はい。あと、バファリン、中村くんとか。うん、中村くんは決定してんね、中村くん。うん。うん。ちょっとカオスな感じなんだけど。まあね、なんかあんまり奈々ちゃんの企画では聞かないメンツだね。そう、なんかね、新しい人いいんじゃないかなと思ってさ。小前とか誘わないの？小前くんがいつ帰ってくるかわかんないんだよな。ああ。誘いたいんだけど、多分帰ってくるよね。多分、結末には帰ってくるんじゃない？そうだよね。な、小前くんにも声かけると思う。うん、呼ばないとなんか拗ねそうで。うん。あれは、りょうたっちょくんは？りょうたっちょくんって、ね、福岡じゃなかったっけ？なんか会いたいっつってたよ。え？こっちに来るの？いや別になんかそういうあれがあれば全然行くって言ってたけど。そうなんだ。一回聞いてみようか。うん。うん。あと、何人枠が空いてるの？大丈夫？1,2,3,4,5,6,7,8,9 今9名決まってんね。なんか10、あ、でも増やすことは全然できんだよ。最低15人いないとダメってことか。そう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 。ああ、なるほどね。それ前日までに連絡すれば40名まで OK の。わかった。じゃあちょっと聞いてみる、じゃあ。うん。うん。あ、お願いします。うん。じゃ、詳細だけ送っとくね。うん、わかりました。はーい。はーい。結局、スッとね、スッとこう答えてくるのがいいもんな。早い。おはよう、ヤドタン。あー、なちゃん、今私配信見てる。あ、見てるの？見てたのね。早ーと思って。見てる。ヤドタンどうかな？嬉しい。行っていいの？いいよ。いいの？本当にいいの？チュルちゃんと仲いいもんね。めっちゃ嬉しい。うん、好き。ああ、じゃあいいんじゃない？ちょっと朝早いんだけど。うん、嬉しい。本当？うん。なんかいつかそういうの誘いたいなと思ってたんね。ああ、めちゃくちゃ嬉しい。じゃあ行かせてください。お願いします。あ、本当？うん。じゃあよろしくお願いします。詳細じゃあ送っとくね。お願いします。うん。すいません。ありがとう。はーい、またねー。はーい。あら、見てたんだって、今。どうも、館船系配信者の山田です。あ、そうなの？待ってました。もう全国、はい、もう全国各地の、やっぱ館船といえば僕って言われてるんで。あ、網羅してるんですか。うん、まあ、そうなってくるっすよね。世間一般ではそう言われてるっすよね。山田くんあれだもんね。この間うち来た、達也くんと仲良しだもんね。ああ、せやな、山田会やもんな、あの子。うん、なんか山田くんは必要かな、達也くんのためにも。うん、まあ、俺のせいでなんか枠一個潰れて、どうのこうのってならへんねやったら。うん、全然、増えてもいいんだもんだって。ああ、ほんと？いつ？それ、ほんで。来週の土曜日。来週の土曜日。はい。朝だよ、朝2時間。私もう時間は余裕。時間はもう何時でも、どんどん飛んでいく。うん。うん。2時間もあるよ。あ、2時間もあんねや。うん、別にまあ、なんかその辺は自由に。うん。すごい楽しみ。うん。で、参加か、不参加か。うん。うん。今から直接言いに行くわ。え？え？うちにってこと？あれ言ってなかったっけ今日って。言ってたじゃん。今近くにいんの？うん、おるよ。めっちゃ近くに。あ、そうなの？おう。もうこの配信やるやろなと思ってたから、ずっとスタンバってた。本当に？
うん、もう、受かるがエグすぎて、うん。うん、今日なんか企画はあの、出会い系なんだけど、うん、わ、出会っちゃったね、じゃあ今。男に。うん、そうだね、言うから。だから、10時席までには行けると思う。何時？今日の朝の10時過ぎまでには行けると思う。あ、本当？じゃあ分かって待ってるん。うん、屋形船についてやっぱ語りたい部分あるから、うん。わかりました。もう、屋形船を全国に普及させたい、マジで。あ、ほんと、会長みたいな感じね。もうすぐね、配信者屋形船協会会長って言われてるよね、やっぱり世間とかでは。うん。じゃあ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、向かいます。はい。はい。え、東京、あっちからわざわざ来るってこと？今かな。山ちゃん？お久しぶりです。ごめんね、寝てた。新年明けだよね。そうなんだ。あ、そう、大丈夫ですよ。昨日、誰かと言ったよね。あの子誰だっけ？なんかあの、ブナマヨちゃんのなんか仲いい。そうだ。まさとくん。まさとくんだ。そうなんですよ。ブナマヨちゃんスタッフみたいな人と言ったよね。あ、そう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 。うん。え？あ、ごめんなさい。そうだ。あの、だっけ、あ、そう、屋形船をね、来週土曜日に朝やろうかなと思ってんだけど。はい。山ちゃんどうかなと思って。行くに決まってるじゃないですか。ほんと？当たり前じゃないですか。ドラレコ先生はいないよ。いや、そんな。じゃ、ドラレコ先生も誘ったんだけどね、ヨギママも。はい、無理みたい。はい、あ、そうなんですか。うん。まあ、しゃあないっすよね。しゃあないっすよね。全然行きたいっす。本当？はい。じゃ、山ちゃんお願いします。じゃ、詳細送っとくね。あ、わかりました。うん。ありがとう。ありがとうございます。はーい。はーい、失礼します。おやすみ。はーい。やっぱ寝てたんだね。おはようございます。さきちむちゃん？はい。うん、どうした？屋形船行きたい。いいよ。ありがとうございます。さきちむちゃん、でもお金ある？わかんない。ちょっと旦那に？明日、明後日に考えます。ああ、じゃあ保留っていう感じね。はい、お願いします。じゃあ、保留のところに入れとくね、さきちむちゃん。はい、お願いします。はーい。お疲れ様です。はーい。あ、でも、あやこちゃんと。やめて、さきちむーん。席離すか、大丈夫だ。楽しみたいよ。だから、ちゃんと言って。あ、私さ、喋りたくないから、私に話しかけないでっていう約束だったらいい。もう嫌だ、楽しみたい。そうね、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 分かった。もう嫌だ、絶対さ、荒れるから。じゃ、そういう目的じゃない、ほんと。楽しむためにやるから。もう私だから大丈夫？あやこってそうね、やんない。もう嫌だ。大丈夫、大丈夫、うち。絶対なんかさ、起きるよ。じゃ、うちはないから大丈夫だよ。だから、ちゃんと奈々ちゃんさ、言って、あやこちゃんに話しかけないでって。分かった。まあ、挨拶ぐらいはね、あの、大人としてね。うん、楽しみたいし、みんなと。そういうのはなしね、喧嘩とかね。うん、絶対ね、奈々ちゃんに電話してくるとさ、思ったんだよ、参加したいって。でも、あやこちゃんのことは好きなんじゃない？逆に。あって言いながら、あやこちゃんのこと好きなんだよ、やっぱりさっきそこまで関わってくる。そういうさ、アンチ？うん。アンチじゃなくて、あやこちゃんのファンなんだと思うよ、私。なんていうの？好きなさ、アンチもさ、いるじゃん。私のこと好きでさ、だから嫌いだったらさ、橋田さ、見ないけど、嫌いだけどさ、見ちゃうみたいなさ、気になるみたいなさ。そういうタイプなのかなと思った。でもやっぱりね、同じ女として、奈々ちゃんのことが大好きだから、だから私と奈々ちゃんが仲良くしてるのが多分悔しいと思うの。ああ、そういうことね。うん。多分絶対そうだと思うの。やきもちだと思うんだよね。そういうことか。で、そういうルールを守れば OK よと。愛子ちゃん的には OK？ そういう。うん、ね、できれば会いたくないんだけど、もうね、二度とね。
だからもう、私に絡まないでねって言ってくれたら、うん、奈々ちゃんから、できればね、来てほしくないんだけど。でもさっきちゃんは結構ね、そういう飲み会席とか動いてくれるね、まあ、結構ね。だから、そういうのがなければね、多分仲良くできそうな。そういうのは禁止っていうかね。だからそういうことしたら、海かなんかに落としちゃえばいいんだよ。ね。落としちゃえばいい。うん。それでいいんじゃないですか、海に落とすんだよ。あとは周りが止めてくれそう。まあね、うん、そうだね。止める人いる、山田とか、ジロワとかさ、無限くんとか、もうやめないよ、そういうことは、とかさ。そうね。うん。うん。ね、言ってくれそうだし。そうっすね。うん。で、大丈夫は、言っといてね。うん、言っときます。はーい。はーい。はい、はい、見てるね。はーい。はい、ポルポンから来ました。はい。何でしょうか。ななちゃん、すいません、ちょっと。予定があった？行きたいです。あ、決定ということで。ポルクソ行きたいです。よろしくお願いします。ね、ポルポン、よろしくね、じゃあ、なんでね。よろしくお願いします。ね、ポルポンさんが決定ということで。よろしくお願いします。ね、お願いします。はーい。ありがとう。失礼します。はい。やっちょこ。どうしたの？珍しい。いやね、来週、屋形船やろうかなと思って。来週？うん。何日だ？土曜日。4月から俺は、海外行っちゃうんだよ、タイ、バンコクに。3月30日。うわ、そこか。行けるけどね。朝で朝。ね、朝。朝で。両国。何日あるんだろう。夕方ぐらいに終わる感じ？いや、もう、屋形船だけでもいいよ、やっちょこ、全然。屋形船で、なんなの？なんかのお祝い？花見。屋形船の、ね、花見みたいな。2時間。お花見ね。うん。なるほど。じゃあ行こうかな。ほんと？なんか、会費とかあんの？お金は。ある、1万円。1万円の安い。安いっしょ？え、場所はどこなの？両国。あ、両国国技館とこね。うん。そっから船が出てって感じ。でも朝早いんで9時から11時だかな。まあ、8時半ぐらいにはもう集合みたいな感じ？ 8 時半ぐらいね。やっちょくんいた方が盛り上がるかなと思って。優しい。久しぶりに会ってないし、話したいな、みたいな。ね。いや、ほんまに全然誘ってくれんからさ。いや、嬉しい。いや、やっちょくんがなんか忙しそうだぜ、みたろちゃんとかさん。いや、イメテルは今、ブロックして、絶縁状態。別れちゃったのもん。知ってんだ。知ってねえよ。みたいな言われちゃって、うん、次の日に、なんか、ブロックされたから俺もブロックした。ああ、そうなんだ。うん。仲悪くなっちゃったんね。その代わり、しきちゃんと絶縁してたのが、仲直りして、うん、でなんか結婚するみたいな4月タイバンコクで、あ、そうなんだ。そんな流れです。あれ、やっちょくんって無限くんとなんかあるの？無限くんはゼロアント無限でコラボの約束なってたんだけど、うん、なんかしきちゃんの家行ったのが炎上系とか言われて、あ、そっかな、全然なくなったんだよ。なんか流れたけど、無限くんも来るんだよね、館もね。ね、書いてたよね。やっちょこは別に何でもないってこと？あっちがってことかな。そういう時は多分会えると思うけど、なんか直接そういう、なんか絡むっていうのがなくなった感じが。じゃあそこでね、交流深めてね、さらにね。どうなんだろうね。なんか向こうがもう警察だとイコール炎上系は、クリーン系で俺らはやってるみたいで。でもそれ言うたら私もそうよね。そうだよね。なんか奈々ちゃん炎上しなかった。私も結構いろいろやってるけど。だよね。なんだっけ、何で炎上してたっけ。最近はないね。え、最近ないよ。一昨日かなんかあったよね。ない。え、なんだっけ、なんか聞いたんだよ。ないよ、本当に。え、本当炎上なんてしてないよ、最近。なんだっけ、ちょっとコメント見たらわかるかな。え、ないって。あった。なんだっけな、ジャニーさんみたいなことしたよね。なんか、新人ライバーに、うん。ピーをちょっとしゃぶ
まあ、舐めて、うん。売ってあげるよ、みたいな。そんなことしてないよ。え？それ天然ストレートくんの話じゃない？え、奈々ちゃんでしょ？私？キックはもう古いって、あの、ホテル前やろ？そんな、だって、同意のもとだからさ、やっちょくもやってるしよ、配信者と。それと一緒よ。新人ライバーさんのそれをやって、うん。あの、売ってあげるわよ、みたいなの聞いたよな。そんなのはな、あえてからよろしくお願いしますってよく言われるし。人気ライバーにしてあげるよ、みたいな。確かそんなこと言うことないよ。あ、そうなの？俺、そう聞いたけどね、うん、それで奈々ちゃん炎上みたいな。全然炎上してない。で、ね、だから無限とか、炎上系とカラマンって言ってたよ。奈々ちゃんには、めっちゃ、うん、こびまくって、めっちゃ課金してさ。うん。なんかおかしいな、みたいな。俺炎上してないのさ、最近。うん、だからそこで。なんか勝手にこれ炎上扱いされてさ、コラボやっぱなしやわ。グランピングも、なんだっけ、一緒にお鍋のオレンジでやるって言ってゼロワンから誘ってきたのに。あ、そうなんだ。結果なくなったとか言ってさ。うん。意味わからんよ。しきちゃんと仲直りしただけで、はい、炎上系。そこら辺もちょっと聞きたいね、館船でね。まあ、どうなんだよね。やっちょくれてやめとくとか言われへん、ね。いや、言わないと思うよ。そういうのは別に大丈夫って言ってたよ。無限。そうなん。うん。それは確認してる。炎上系は絶対絡みたくないみたいな感じで TikTok で言い放ってる。そうなん、大丈夫って聞いたら大丈夫って言ってた。そういう話みたいな。じゃあ30に直接、うん、ついに会うことになるか。因縁の縦イベント、俺剥奪して縦イベで争ってたが無限だからね。うん。奈々ちゃんも3日連続応援してくれたけどさ。じゃあ、やっちょく、詳細送っとくね、一応。オッケー。まあ、時間と場所と、だね、うん。ありがとう。いや、ありがとう。久しぶりに会えるね。そうね、ちょっと、TikTok は多分、危ないから、スイッチやるかもしれない、僕は。あ、そうだね。やってもらって全然いいんで。うん、どっちかやります。うん。お願いします。よろしくお願いします。ありがとう。はーい。じゃあねー。じゃあね。うん、だって私も仲良しだもんね。やっちょくん誘いたいもんなって。無限くんも誘いたいし、やっちょくんも誘いたいから。仲悪いとこ知らないね。マルテールはね、ゼロワンくん、ごめんね、疲れてるね。朝か。朝なの。どうした？何時までやってたの？うん、1時間前ぐらい。わからん。ああ、ごめん。めっちゃ寝てる時だったね。どうした？いや、来週ね、ほら、無限くんから聞いてた？なんだっけ、あのコラボする話。屋形船？何、徳島行くんじゃなかったの？いや、その前に、なんかこっち来るっていうから、うん。会いたいねって言ってて、ちょうど屋形船の企画があったから誘ったんだよね。会っとけよ。じゃあ、ゼロワン君どうかなと思って。ね、何が？屋形船。ね、二人でやっとけよ。二人でね、15年以上集めなきゃいけないの。ああ、メンツは？うん。うん？メンツは？メンツはね、愛子ちゃん。ああ。貴重くん。山田くん。あのさ。はい。もういいや、もう。あのさ、いつもさ、なんかあの、おまけみたいにさ、後半誘ってくんのやめてくんない？奈々ちゃん。もうなんか少人数の企画の時に、ね、リスナーと話して、あ、これはゼロワンくんってやる企画だねっていう時に誘ってきてくんない？じゃあ。寄せ休みみたいでおまけみたいなさ、じゃあ、やめてくんない？なんか、かまくりみたいなのもさ、なあ。違うの。おい。ちゃ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 、聞いて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 。無限校誘った時にゼロワン君を頭にあったんだけど、最近忙しいじゃん。いや、無限も忙しいじゃん。まあそうだけど、ゼロワンはもっと忙しいんでしょ？うん。俺はね。そうの、失礼には逆に当たりそう感じ、最近。ない。奈々ちゃんといっぱい絡んできたし、うん。うん。で、奈々ちゃんと、
やっぱ分かんないけどね、うん、まあ、迷惑もいっぱいかけたし、でもいい配信もしたと思ってるから、うん、そんな大人数のなんかいいから、うん、これはゼロワン、ゼロワンくんだなって時に電話してきて、うん、今は寄せ集めじゃん、違うの、もう嫌だよ、もう愛子とか嫌だよとかそういう空気読めないこと言いたくないから。でもお宅の会社のライバー来るよ、静香ちゃんとか。うん、それ、うちじゃねえよ。え？みやびのエンドレススマイルやめたやつだわ。そうだっけ？エンドレスかなんかよくわからんけど。何が永遠にスマイルや。ふざけんな、何やろ。確かにね。まあいいけど。じゃあマリオくん誘っていい逆に。いいよ。ゼロワン君は忙しいっしょ、だって。忙しいっつうか、奈々ちゃんと絡みたいけど、その大人数はちょっと嫌だし、なんか、ようわからん感じになっても嫌だから。別に普通になんかお花見館ぶでてよ。そんな別に。いや、俺酒飲んでなんか、酒飲んで愛子とか殴っても俺嫌だからさ。そんなもうしないっしょ、ね。いや、わからん。それ何があるかわからんだって。しかも船じゃん。逃げれんや。海に飛び込むしかないや。おお。うん。だから、奈々ちゃんには絡みたいけど、なんか少人数で、まあ、2、3人ぐらいの企画で、なんかね。うん、誘った方がいい、まあ、なんかね、俺だったら、まあ、ゼロワン君にお金出してほしいなとか、うん、そういう時に利用して、まあ、そうだね。それぐらいしか、うん、それぐらいしか役に立てない。そうも思ってたね、ゼロワン君は、ピンっていうかさ、二、うん、人で絡みたいな、みたいな。そっちの方が嬉しいわ、いつも鎌倉も最後の方に。まあ、これはね、人数合わせみたいに見られちゃうわ、確かにね。だってもう結構決まってるでしょ、うん、何人も。もうまだかな、まだ。うん。だからそういう時に声かけて、俺はまあ、奈々ちゃんと絡むの嬉しいから。でもし来たい気持ちがあんだったら、前日まで OK。来たくねえよ。え？来たくねえわ。で、マリオ君誘っていい？うん、まあ、それはいいけど。その日お金しちゃうけど。うん。全然いいよ。ほんと？うん、でも、よくしてあげて。うん。それがお願い。うん。なんか、この前も、けど叩かれるからさ。この前ってなんか、ああ、私なんかガッツァ、言ったっけ？うん。まあいい、奈々ちゃんは何も言ってないんだけど、なんか、リスナーさんがね、嫌がってんだったら、もう誘わなくていいんちゃう？あ、リスナーさんがね。うん、そう、俺も含めて、やっぱ、これはゼロワン君だなってなった時に、そういう企画、まあないかなって。3人でやろうかじゃん、3人でね。うん、なんか、二人でも嬉しいけどね、俺は。そうね。うん、そういう時に誘ってな、わかった。ごめんね、寝てるとこ。うん、いやいや、嬉しいけど誘ってくれた。うん。うん、ごめんね。またね。また連絡しまーす。はい。まあ、そうだな。そうだね。うん。コマイコ？はい。いつ帰ってくんの？あ、ちょっと。25。屋形船に30にあるんだけど、来る？どっか行っちゃう？また。来てほしいんでしょ？来てほしい。来てくれる？じゃあぜひ。私のために。仰せのままに。じゃあ待ってるね。詳細送っとく。ああ。昨日買ったの？ベトナム。昨日30万買った。うおプラスじゃん。うん。すごぉ。窓まぎそんな出たんな。窓まぎじゃない。あ、ビンゴ？ビンゴで。封したんだ。1200の桁。やーばー、はい、マジかい。取り切れんかった。うん、わお。今日も頑張ってください。あ、これ、声聞こえてる？これみんなに。聞こえてるよ。ナイスお願いします。だって。はーい。はい。すげえな、30万勝ち。藤見ちゃん？寝てた？あ、はい、大丈夫です。ごめんね、起こしちゃって。うん。来週、いい来週ね、なんか屋形船の花見？はいはい。やろうかなーと思ってて、よかったら藤見ちゃん来てくんないかなーって。来週って何日ですか？30日なんだけど。
なんか予定ある？あ、30だったら大丈夫です。30ね、朝なんでしかも、結構早い。何時からやるんですか？ 9 時から11時。あー、そこでも、大丈夫だと思います、うん。で、その後もなんか2次会、もし盛り上がった2次会とかも考えてんだけど。あ、なるほど、なるほど。まあ、好きな時に、解散みたいな感じで、ね、はい、自由に。あ、その、それ以降は。うん。え、何人ぐらい来るんですか、とりあえずね、15名なんだけど、40名まで大丈夫なんだって。あ、どんどんじゃあ誘ってるのね、今。今が、無限くんって知ってるかな、最近ほら、TikTok で絡んでる。あー、コラボしてますよね。あと、ヤドタン？あと、ゆっこちゃんとか。あー。トキシズカちゃん。中村くん。うん、愛子ちゃん、貴重くん、うん、ペリッパーくんって知ってるかな、あのイケメンの。あ、前、かまくりに。うん、そう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 。うんうん。あと、山田くんとか、山ちゃん。はいはいはい。ポルポン、やっちょくん。うんうん。こまえくんとか。まあ、いつめんも多いよね。なるほど。あ、じゃあ、全然大丈夫ですよ。あ、ほんと？うん、30日の朝ね。うん、ありがとう。じゃあ、詳細送っとくね。あ、場所とかね。うん。あ、わかりました。よろしくお願い。ありがとう。はい、どうぞ。はーい。失礼します。なんか、いやらしい声してたね。失礼しまーすってね。あやこちゃん寝んのか。はい。あ、たびたびごめんね。はい。私さ、男性枠のところに書いてあんだよね。どこに？あ、ごめんなさい。うん、それだけなんだけど。あ、ここね。じゃ、転線しときます。はーい。はい、こちゃんが女性枠ね。一番上に入れとくね、じゃあね。お、女性の。はーい。はーい。まあ、確かにね、一人だけ入ってるのおかしいもんね。だから、僕、山田部長じゃなくて、部長山田なんですけど、ね。あ、すいません、間違えました。あ、いえいえ、すいません。やっぱり、屋形船協会の、あの、会員なんで。あ、そうっすね。すいません。失礼しました。はい、名前間違えて。訂正しときます。また、ほんで、余談なんですけどね。はい。この間、愛子さんから突然、配信中に電話かかってきて。ええ。なんか、誕生日だからお金振り込んでよって言われて。私も、1000円あ、700、1000円な。あ、ほんじゃ俺合ってるわ。100円振り込んどいた。一応振り込んだんだ。おお、100円振り込んで、バカ切れられた。あ、じゃあいろんな人に送って、かき集めてんだね、その安い値段を。うん、僕最初10万円って言われたけど、藤沢なら出てんやったら僕100円で合ってるっすね。あ、よかったよかった。それだけで。あ、わかりました。はい、すごいね、やり口ね。上手だね。私には1000円だったの。はい。ごめんね、たびたび。ヒカルは？あ、いいね。3枚目ヒカルくん。そうね。ねえ、奈々ちゃん。はい。昨日ね、リスナーの、ね、女の子さん持ち帰りしてんのよ。誰が？部屋に。だから、ヒカル。え、聞きたいんですよ、ね。今さ、いるよ。え？え、リスナーさん。今いるの？うん。だって、今日の朝まで。え？それ一緒にさ、いたんだもん。あ、そうなの？うん、あ、でも、ヒカルくんの沼連合じゃなかったっけ？ああ、そうなの？ああ、そうだね。わかんない。沼連、まあ、一応声かけてみようかな。この間ね、うん、携帯の絡みあるかな。うん。はーい。はーい。なんだ、この、おばちゃん的な会話。え、何、お持ち帰りしたの？おはようございます。あ、寝てた？ちょっと、寝てましたね。ごめんね、定時あんのに。ええー。あのね、来週、屋形船やるんだけど、どうかなーって。はいはいはい、屋形船。30日の、はいはいはい。午前中なんだけど、でも出す定時があるもんな。いや、全然いいっすよ。土曜だよ。はい、全然大丈夫っすよ。30日、全然行けますよ。ほんと？あ、朝早いよ、結構。あ、全然大丈夫っすよ。オッケー。
車出しますよ。私なんか前乗りしようかなと思って、結構早く化粧とかもしなきゃいけない。前乗り。はあ、はあはあははあ、は。できればこっちの人を拾ってきてもらいたいかも。あ、でも出すお酒飲まないの？まあ確かに。そうだよね。飲みたい。うん。小前くんとかも来るみたいなかな、一緒に来る前にどうかなって。あとそっち組だと機長くん、あ、だから機長くんに乗せてもらえばいいんじゃない？でも機長さんも飲まないですかね。機長くんってお酒飲まないよね。飲むんだっけ？いや、確かになんかあんま飲んでるイメージがないかもしれない。そうだよね。あ、じゃあちょっと機長さんには連絡して、そうだね。そしたら飲めるし、みんなで来れるもんね、うん、車まとめてね。あ、オッケーです。ありがとう。じゃあ詳細だけ送っとくね。あ、わかりました。はい。え、なんか今度 おごっていいですか？なんかおごりたいんですけど。あ、そうです、そうそう、それ返事待ってたんで私。あれ温泉、ちょ、なんかいいとこ探すのはちょっと探しててちょっと時間かかってます。全然大丈夫。はい。また、なんか連絡しますね。うん。はーい。はーい。お願いします。はい。ありがとう。はい。なんか、そう、収益が取れたじゃん。それの、なんかお礼みたいな。いや、私のあれじゃないんだけどね。山田会長が来てくれましたね。山田会長です。どう思いますか、会長、このリスト。ちょっと、あれですね、趣旨固まらへんというか。うん。まあ、僕は基本人数多い方が好きですけど。最初はね、椅子持ってくる。ああ、もう何でもいいですよ。僕みたいなもんは。はい。でもさ、山田くんこういうの誘うときってどういうの重点的に？配信的？ああ、もう配信的っすね。いつも。なるほどね。でも、僕的には、ゼロワンには来てもらいたい。そうなんだよね。うん、だから今日説得しに行こうと思う。あ、ゼロワンくんを？うん。はい、説得してくれるの？そう。トイレ行ってくるね。行ってらっしゃい。あ、すいません、お邪魔します。どうも、屋形船協会会長の山田です。はじめまして。そうですね、うざいですね。はい、来るたんびに帰れコール、気持ちいいです。ありがとうございます。いや、ほんで、さ、まあちょっと、焦点になってるとこ、やっぱ、ゼロワン来てほしいっすね。うん。すいません、僕徹夜なんで、はい。わかってるやん。俺昨日名古屋おったやん。わかってるよね、僕のこと知ってる人。うん。昨日名古屋おったんだよね。あの、達也くんめっちゃ面白い人だよね。で、そう、山田会の。うん。ここね、カメラ変えたんだよ。あ、そうか、位置変わってんやん。あ、久しぶり、なちゃん。久しぶり。元気？うん、元気、元気。大丈夫やで。もう日本帰ってきてどれぐらい？日本帰って2週間弱かな。ああ、そうなんだ。2週間ぐらい。ウーバーやってんの？うん。あ、今ウーバー中、ごめんごめん。もしもーし。え？あ、何？ああ、来週ね、屋形船。え？うん、参加する。オッケー。じゃあ、詳細送っとくね。うん、ありがとう。はーい。うん、よろしくお願いします。はい、ごめんね、ありがとう。はーい、はーい。あ、そうだね、一応高橋だけ、うん、かけたん俺なるべく早めに。 あ、かかってきた、かかってきた。あ、お疲れ様です。テネストレートさん、高橋さん、おはようございます。テネストくん、はいはい、ナナちゃんいます。あ、ナナちゃん、うん、あ、おはようございます。何こないだのツイッター。あれ、ツイッターでひどくない、なんか無理やりみたいな。あれあれ、あのジョリーズの裏のやつ。そういうのやな、裏とかさ。いやいや、もうやっぱり配信がね。え、でも嫌だった？ん？嫌だったの私。いや、そんなことないよ。私は思い出でいい思い出なんだけどな。いや、僕はね、もうそんな、嫌な思いとかないよ、全く。あ、そうなの？うん。
いや、あくまでもね、配信会で、ちょっと売れっ子になろうと思ったらね、まあ、ね、ジョリーズの社長さんをね、ペロッと行かなあかんよって。いや、そうないかな。同意のもとじゃん。普通に、ナナちゃんのお家で、ね、のらりくらり過ごしてるだけじゃね、いつまで経ってもね、一緒だって。だからそういうのないかな、本当に。みんなね、同意の。いや、じゃないって。ジョリーズ裏は。じゃあ、私だってタイプな人がいるし。あ、いてるんや。そうだよ。うん。ジェスコはタイプっていうかさ。え？かっこいいな、みたいな。俺が？なんか、そういうなんか、やめてよ、なんかその気になるような。でもね、みんなは裏でやってんじゃん。私は表でやってるだけで。いや、やってないよ、裏では。やりまくりじゃん、みんな配信者なんて、リスナーだの、配信者だの。山田さんは知らんけどね。ん？山田さんは知らんけどね。はい、もうそれ速攻論破します。俺今、ちんちん感じたなっていうのに使えません。論破です。僕、ちんちん感じたです。はい。熟なって、やっと治ったとこです。無理です。使えません。なんか言うて。いや、僕、病院行くとこまで放送してるっすもん。あ、そうなんだ。あ、そう、感じたな。どうしたの、でね、私からの用事なんですけど、来週ね、屋形船をやりたくて、転職を誘いたいんだけど、どうかなって。来週でいつ？来週のね、30日の土曜日。30日の土曜日？朝なんだけど、早い時間帯なんですけど。どうかなって言ってんす。いいよいいよ。ほんと？僕でよかったら。料金もかかっちゃうんだけど、大丈夫？あ、いいです。あとさ。奈々ちゃんにさ、俺前お祝いもらったからさ、そのお祝いのちょっとお返しもさ、したくて。お祝いなんかしたっけ、私。あれ、言ってたかな、あれ。あ、出産祝い。出産祝い。あこれを配信に言うとって、奈々ちゃんにちょっと出産祝いの返しなかった。あ、そうですか。ありがとうございます、わざわざ。それしたかって、ちょうど。30日はどうやって？詳細は、じゃあ山田くんから送る、ね。送っときますか、高橋さん。メンバー誰来るの？なんかいろいろ、もうごっちゃごちゃ。結構おるっすよ、愛子さんとか。もう炎上かよ、これ。炎上じゃない、あと新やっちょとか。ええ？あ、あつしくんはいないのかな、こっち。今、行方不明っす。いや、行方不明だ、今。え、どういうこと？滋賀県で消えたっす。配信もしてないってこと？はい。配信もしないし、連絡してもなんかその、全く連絡がつけへんし、うちのおかんにも電話したけど、おかんもなんか連絡つけへんで。本当に？そうそう。ほんまに行方不明。なんでだろうな、女で来たん？いや。それはないけどな。事件。ちょ、なんで？お兄ちゃん。なんで？あるって言ってたよ。事件性はないの？あるって言ってたよ。事件性は。あるって言ってたよ。特にないから。いや、あるって言ってたじゃん。奈々ちゃん、行こうよ、みたいなの言ってたけど、連絡つけへんからさ。それが嫌で逃げたわけじゃないよね。いや、そんなん、全然ない、そんなんは。あ、そうなんだ。うん、ちょっと心配だね、それね。まあね。全く配信せんからさ。じゃあ、チェンストくん、参加ということで。お願いします。ありがとうね。あと、高橋さん、ちょっとだけあるんですけど、言っていいですか？いいよ。一番最初にお祝い持っていったん僕っすけどね。いや、そうなんの。一番最初に、お祝いわざわざ東京まで持っていったの俺っすけどね。そうなんすそうですね。なんかお返しどうのこうのとか今おっしゃられてたっすけど。いや、まあ、いいっすけど別に。はい。で、山田さん返すちゃんと。じゃあ、いいっす別に。自分はお返しとか。山田さん返させてもらって。ほんますか。アイテムで。ありがとうございます、ほんと。転職さ、私さ、LINE 入ってなかったっけ、転職の。俺、奈々ちゃん、何知らんねん。送っときましょうか。あ、そうだね。山田くんが送ってそっから送っときますわ。うん、
じゃあよろしくお願いします。詳細送ります。はい。じゃあね、ありがとう。お疲れ様です。わかすぞ。これ、これいるでしょ？でも2時間、1時間で沸かせられないだろうな。ね、でもいるでしょ、うん、いるね。いるでしょ、ね、絶対いるでしょ、いるね、うん。なんか面白くなってきたな。絶対いるでしょ。よかった。でもいいね、いいね。転速いいね。ノーリくん？あ、すいません。どうした？なれちゃん。すいません、ごめんなさい。どうしたの？ちょっと、喋りたくて、かけてしまいました。あ、喋りたかったな、私と。はい。あ、山田さんもいますよね。いるよ、ここに。あ、山田から入んの？ノーリ。山田さん、入っていいですか？入れたるよ。あやかちゃん知ってますよね。知ってるよ。知ってますね。ちょっと見てくれてたんですよね。で、何の話なん？長くしてください、お願いします。のりくん、屋形船来る？どこですか？東京ですか？東京なんだけど、来週。あー、来週、東京、ちょっと。忙しい？お金がちょっとないんですよ。あー、そっか。底辺配信者なんで。そうだよね、じゃあ。それをどうにかすんのが配信者やろ。来週までに。山田君やったら気合い入れて、徒歩で東京まで来い。エコバスで行きます、エコバスで。エコバスいや、徒歩、今から徒歩で、東京向かい。徒歩で。倒れちゃうんじゃない？倒れちゃうね、うん、顔白いから。いや、山田からやったらそんくらいやるよ。倒れちゃうと思うよ、多分。13時間ぐらいかかりますかね。いや、もっとかかる。何言ってんの、お前。何言って、13時間で来れるわけないやん。また誘うわ、ノーリくんね。また。あ、すいません。うん。ごめんなさい。すいません。で、みんなにアピって、ほら。はい。どこで配信してんの？ふわっちで一応今配信しよう。この12人しかいません。そうなんで。12人しかいません。この間、あれだよね。T 山くんとコラボしてたんだよね。はい、あ、コラボしました、ね。エッチしたの？ T 山くん。いや、すいません。すいません。ごめんなさい。かけてしまって。いいよ、いいよ。全然、いつでもかけてきて。すいませんね。ごめんなさい。はーい。すいません。ありがとうございました。またね。はーい。はい。山様が。はい。ありがとう、ノーリくん。バイバイ。はい。ごめんなさい。じゃあね。ありがとうございます。はーい。はい。可愛いっしょ。うん。いいと思う。いいキャラでしょ。うん。結構お気に入りなの。あ、そうなんや。さきちむちゃん？さきちむちゃん配信してるよね、はい、最近ね。してます、してます。最近は忙しくて、してないんですけど、してるし、奈々ちゃんのリスナーから何人か来て、アイテムもらってるので、そうだよね、はい。忙しくてできないってわけであって、みんなが知らないからそういうこと言うんじゃないんですか？そうだよね。で、さきちむちゃんは。奈々ちゃんも知ってるし、そんなやってるってこと。そうだったら、ね。さきちむちゃん、いつぐらいに返事はできるんだっけ？今日中だっけ？明日中に。明日中？はい。うん。に、返事します。DM の方で。わかりました。はい。はい。ありがとう。すいません。山田さん、ありがとうございました、この間。ああ、いいよ。うん。はい。お世話になりました。うん、いえいえ。写真撮っていただいて。あ、待ってんのね。うん。うん。かまくりで。ああ、はいはい。はい。はーい。ありがとうございます。はーい。はい。なんじゃいいじゃん。お、あいこ、はい、あいこちゃん。奈々ちゃん。はい。何回かけてくんね。今言ってって言ったじゃん。何を？私に絡まない約束だったらいいよって。あ、それは、多分放送見てるし、当日言えばいいんじゃない？いやいやいや。いや、ちゃんと奈々ちゃんの口から配信中に言ってほしかった。みんな。会った時にいいんじゃない？ 1 万3000人も見てんだから、1万4000人も結びてんだから、はい。言ってほしかったよ。じゃあまた電話するね、じゃん。うん、電話して。あやこちゃんに、わかりました。はーい。はい。はい、もうプロレス始めようって。遠隔でプロレスすな。本当はい。ごめんね、仕事中なんだよね。
あ、大丈夫ですよ。なんかね、愛子ちゃんがちょっと、条件。今見てた。大丈夫そこはま、約束して。挨拶だけはしたいから。まあ、別に話してもいいんだけど、喧嘩後。大人のあれで。喧嘩腰みたいな感じで、この間みたいなのじゃない。いや、それはしないです。じゃあ、OK です。甘木風あげようかなと思って。みんな OK だね。3000円分。甘木風あげようかなと思って。愛子ちゃんにお誕生日の。はい。はい。優しい。じゃあ、いいんじゃない、うん、はい。それでちょっと、お許しもらえたら、いいなっていう。うんでも俺、愛子のことよう分かってるからさ、あれやけどさ、はい、3000円渡したらバカにしてんのって言って切れんで、多分。え ?3000 円と、3000円やな、これと。愛子ちゃん怒んない。ほんま？うん、嬉しい。あんたバカにしてんのっつって、うん、もっとよこしなさいよ。いや、それはない。ない。ほんま、もうありがとう。礼儀として。あ、ほんまに？スッて入れるから。うん。あいつそういうので切れんで、結構。切れない。ほんま？うん。まあまあ、いや。もう10年付き合ってる。あ、ほんまに。お祝いとして。うん、じゃあ、それでね、伝えるね。あげたらいいなって思ったんですけど。うん、わかった。で、さきしぶちゃんの、あれを伝えるね。はい。それで仲良くなればいいかなって。うん、じゃあ、伝えとくね。はい。じゃあ、よろしくお願いします。話す、話さない手は、まあ、把握しとくので。あ、わかりました。じゃあ、伝えときます。はい。はい。ありがとうございます。で、みんなも聞いたよね、うん。みんなも今聞いたよね。で、また多分、すぐアイコからかかってくる。はい。愛子ちゃん、聞いたよ。うん。OK ですか？聞いた先、うん。ね、お誕生日祝いで3000円もね、仲良くしたいから持ってくるみたいな、うん、どう？山田がさ、3000円くらいでとか言ってさ、言うのは、ゼロワンが3000円だったらさ、ぶち切れるけど、うん。ね、さきちむちゃんから、ね、いただいたらすごいさ、喜ぶよ、そりゃ。でも俺誕生日に100円あげたらぶち切れたやん。100円ならお前稼いでんだから。稼いでねえわ。くせに。じゃがしか。じゃね、ゆきち待ってるからね、山田。うるせえ。専業主婦だしね、その中でやってくれんのが自分で働いてる、ねうん。そう、3000円でもさ、嬉しいよ。嬉しいよね。じゃあ100円でも喜べよ。嬉しい。お前ゴールドプラスだろうが。いや、違う、シルバープラスや。え、ゴールドプラスだよ。違うわ、シルバープラスや。ここでもやめて、ここでもね。ああ、ゴールドじゃないや、プラチナプラスだろうが。ね、あやこ先生の推薦枠ですか、うん、この、あきこママ森くん、うん。あと、女の子をもっと呼んでほしいと。ね、繋がってんの。え、ブナマユは？あ、ブナマユちゃんにもかけてみようか。グミは？グミちゃんね。ナナちゃんから誘いだったら絶対さ、行くから。ああ、わかったわかった。さあ、ね、女子が少ないからさ。女子枠ね。うん。うん、わかりました。オカマと女子ね。うん。はい、わかりました。はい、楽しみにしてまーす。グミちゃん？ママ、お久しぶりです。あ、藤見ちゃん、藤見ちゃん以来で。ねえ、お肉ありがとうございました。美味しかったです。大した美味しかった。そう。あ、よかったです、ナナちゃん。ママ、今、パチンコ中ですか？いや、だって私、配信中です。あ、ごめんなさい。失礼しました。6時、10時で、奈々ちゃん。あ、10時、あ、そっかそっか。9時までです。今ね、大阪に来てるんですよ。ああ、そうなんですか。忙しいですね、ママね、また。いやいや、奈々ちゃんいろいろと心配。一応落ち着いてきたんですよ、あれから。だいぶ。ああ、30万円。300万から。あ、300万も。桁がちょっと。奈々ちゃんもいろいろ、心配してくれて。一応落ち着いても前向きになって、ちょっと落ち着いたから大阪に来たんですよ。ああ、そうなんですか。いろいろ心配してくれてありがとうございました。いえいえ。ママね。はいはいはい。はい、はい、来週なんですけど、屋形船やりたくて。あ、はいはいはい、はい。なんか、噂聞いてますね。はい。あきこママがみんな見たいって言うんですけど、どうですかね。あ、ちょっと行きたいですね。結構朝早いんですけど。あ、何時ですか？ね、9時から11時なんですよ。9時集合みたいな感じですね。ママの定時時間、多分かぶっちゃうと思うんですけど。全然大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい。あ、大丈夫ですか？あ、行かせてください。一応詳細を送っときますね、ママじゃん。あ、お願いします。来週の土曜日ですね。来週30日の土曜日の午前中です、ね。30日の土曜日の午前ですね。どちらでやるんですか？両国ですね、あ、両国で。両国の乗り場から乗る感じですね。あ、屋形船に乗って移動する形ですね。はい。あ、ぜひ、奈々ちゃん、ほら、鎌倉にちょっと行けなかったんで。あ、本当ですか。今回ごめんなさい、なんか誘ってばっかりで。いえいえいえ。
もう嬉しいです。ねえ、ありがとうございます、ママ。屋形船だからもう、ほら、予約制ですもんね、ああいうのってね。そうなんですよね。だよね。うん。じゃあ、もう必ず行きます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ楽しみにしてます。はい、失礼します。お疲れ様です。さすがね、ママね、即答だね。即答やわ、やっぱり。暇なのかな。ちょっと落ち着いたって言ってたもんね。うん。ママほら、オーナーだから、意外とね、あれなんで、パチン、時間は。時間は、うん、余裕あると思う。あら、秋子ママ決定だって。秋子ママ決定。で、これで岡間枠が、もしもし。あ、慎吾ちゃん、忙しいですか、今。あ、すいません、新幹線乗ってもうすぐ降りません。ごめんなさい、後で、じゃあ、LINE で連絡します。あ、オッケーです。はい、すいません。降りたら電話しましょうか。あ、こちらから来てます。すいません。どうですか、どうですか。はい、ありがとうございます。すいません。あと、これから名古屋に。はい、ありがとうございます。行ってらっしゃい。はい。どうですか、どうですか。ありがとうございます。名古屋だって、今から。兄さん？おはようございます。久しぶりでーす。はいはい。兄さんさ、来週さ、花見やるんだけど。うんうんうん。30日の土曜日の朝なんだよね。朝。うん。忙しいかな、兄さん。ちょっと予定見てみるけど大丈夫だったらいいよ。ほんと？ななちゃんのお誘いだったら。あ、じゃあ、とりあえずあれを送っとくね。うん、オッケー。うん。結構、なるはやで。オッケー。誰来んの、あと。結構いっぱい来る、ワンジャカ。オッケー。なんか持ってくのある？なんか、手伝うこととか。うん、全然ない。大丈夫だよ。なんか必要なあったら持ってくから。うん。で、両国なんだよね。両国？うん、乗り場が。あ、え、何、乗り場って。何あれあれ、なんか急に出てこない、なんだっけ発着場所ですね。遊覧船じゃなくて、屋形船の。屋形船の中で花見するみたいな。あ、オッケー、わかった。うん、送っとくね。うん。ありがとうね。お疲れ様でーす。はいよー。おー、マスオさんやってくれへんかった。あ、忘れてた。お、いつ言おうかなと思って、マスオさんですよね。ナオキンさん会いたいな、久しぶりに。もしもし。ブナちゃん？はい。あのね、来週屋形船やるんだけど。はい。よかったらどうかなーって。あ、屋形船ですか？うん。あ、じゃあ何曜日ですか？土曜日のね、朝になっちゃうんだけど、時間帯。30日ですか？うん。今日か。東京の両国あたりが乗り場なんだよね、屋形船。はい。お金どうなったのかな、結局あの写真集の。いや、あれ警察行ったんですけど。うん。結局その詐欺という詐欺まで行かないらしくて。私ね、またね、あの人から連絡あったのよ。あ、本当ですか？そういえば。で、その知ってるのが、その奈々ちゃんしか知らないんですよ、そのアカウント。あ、そうなの？はい。みんなもう、アカウント存在してませんになってて、私もそうなんですよ。うん。なんかね、法的処置がどうのこうのみたいな書いてあった。それ警察行っても結局ならないらしいですよ。そうなのかな？そんな、弁護士とかに行ったとしても、その、アマゾンの収益分だと少ないらしくて。うん。詐欺、なんかその撮影の部分ももらってるからみたいな。それがなんか、当たるとかになるとまた話が違うって言ってて。そうだよね。はい。お金を渡すとも言ってるよ。で、お金を渡すと言ってても、結局その向こうがもうアカウント存在してませんになってるから、やりとりができないんですよね。ああ、そういうこと？私だけできてるって感じ？これ。あ、そういうことです。ちょっと読んでいいのかな、これ。あ、じゃあこれ、ブナマヤちゃんにこのスクショ送ろうかな。あ、わかりました。で、それで、また香川さんも怒って、その件で一応どうなったみたいな感じ心配してくれて、警察行ってこういうふうに言われました、みたいな感じは伝えたんですけど、うん、で、まあ、法テラスに行った方がいいって言われて、うん、まあ、まだそこには行けてないんですけど。あ、そうなんだ。結構、あれになってね、ぐちゃぐちゃにね。
あ、そうなんですよ。そっか。いや、これ送っとくね、ブナマヤちゃんね、この、最近来たんだよね、私ね、これ。あ、そうなんですね。だから連絡は結局も取れないし、5月になんかお金渡すみたいな感じで、ナナちゃんに連絡してたじゃないですか。うん。それをやつもなんか、そのナナちゃんの枠で知ったんですよ、私。5月受け取りを。DM ではそんなこと言ってなかったんで、確認したんですよ。火曜日に来たんだよね、これね。あ、今週の。うん。今送った LINE で。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと後で確認しときます。うん、だから、その、もしもあれだったら、その、ね、連絡がこっちできないから、全部ナナちゃんに関係ないのに言ってるから。そうなんだよ。そう。でもうちのリスナーさんなのかな、何なんだろう。なんで私に来るんだろうね。そうなんですよね。全く一番関係ないんですよね。関係ないよね。私、そうのもあんま取り上げないし。はい。だね、取り上げてほしいのかどうなのかよくわかんないんですけど、だからその、うん、ことがただでかくなっていくだけなんで、こっちでやりとりして話を終わらせてればいいんだけど、なんか遠回しにナナちゃんに言ってくるから。ねえ、なんかね、嫌な感じよね、それね。そうなんですよ。本人に言えばいいのにね。そうなんですよ。そっちの方が話が早いのに、うん、こっちにはなんか、なんかアカウント全部消されてると、うん、やりとりが、こっちは何もできないんですよね。うん、そうだよな、だから、はい、早く解決するといいけどね。はい、ありがとうございます。ああ、そうだそうだ。それで、あの、屋形船どうかな。そうですね。詳細送っといてもらってもいいですか、うん、それで、なんか返事ない？あ、わかりました。うん。はい。ありがとうございます。元気出してね。はい。はい。失礼します。ありがとう。これ、これが来てんだよ。なんかその写真集だよ。おー、ほんまや。せいじくん？はい。お久しぶりです。久しぶり。まだ名古屋いるの？うん。あ、そうなんだ。久保って、もしもし。新番組久保なんとかやってるもんね。久保どこ？あ、久保どこだ。そう。あのね、せいじくん。久保どこね。うん。うん。あ、来週、なんかね、屋形船の花見をやりたくて、人を集めてんだけど、せいじくんどうかなって。東京で？東京の、東京？ 30 日の土曜日。うん。どうかなって。夜？うん、朝なの。昼間？朝っから。朝？うん。どうだったっけな。あ、じゃあ詳細送っとこうかね。うん。送っとくね。うん。せいじさん、くぼっちになってないですか、今。ちょっと、なってるかも。なってるっすよね。映ってるよね。映ってるっすよね。反応も遅いもんね。うん。寝起きだから。寝起きね、ごめんね。あ、そうか。じゃあ、詳細を送っとくね。その運、めっちゃ気になる。いいよ。はーい、送っときまーす。ありがとう、せいじくん、ごめんね。また運って言った。はい。はいに変わった。絶対くぼっちだよね、これね。うーんとってね。あ、ごめん、ブナマユちゃんの送っちゃった、間違えちゃった。あ、お疲れ様です。ヤミさん、お久しぶりです。お久しぶりって、この間話してじゃないですか。あ、そう。あの、今、藤沢奈々さんの隣におるんですけど、ちょっと変わりますね。はい。あ、はい。あ、ヤミごめんね。おはよう。うん。おはよう。ヤミさん、あの、沼連の花見やるよね。ね、29日かな。うわ。じゃ、その次の日なんだけど、私、屋形船やんだけど、どうかな。全然俺ね、その時、都内だよね。そう、都内。朝からなんだけど。大丈夫だと思う。本当に？朝から、うん、多分大丈夫。あら。いけると思う。ちょうどいるから。あ、いるの？おー。やったー。久しぶりに遊ぼうよ。うん。え、ヤミーさん、私の連絡先に、知ってる？知ってるよ、俺。ヤミーの LINE が出てこないんだよね、私。ブロ
ック入れたんじゃないの、ちょっと、7さん。入れてない、入れてない。本当に、あ、俺も入ってねえわ。あれ名前なんて書いてる？藤沢奈々。あ、出てこないんだけど。あ、じゃあ、山田くんにヤミーの連絡先教えてもらうね。送っときますわ。ああ、よろしくお願いします。それで、詳細送るわ、じゃあ。うん、よかった。ありがとう。はい。おーほほほほ、ヤミーだ。意外と、来た来た来た。意外と僕ちのこういう関係広いやろ。おーちょっとヤミーのじゃあ送って。送っとく。あ、つながった。あ、つながった。お久しぶりです。藤沢です。あ、お久しぶりです。香川さん、来週なんですけど。はいはいはい。なんか屋形船をやろうと思ってて。はいはいはい、よかったら香川さん来てくんないかなみたいな。え、誘ってくれるんですか？なんかこっちに来る用事とかあります？いや、なんかね、沼連盟で花見やるみたいなんですけど。はい。ま、そっちやめますわ。なんかね、その次の日みたいね、ヤミーもなんかね、その次の日に来てくれるって言ってたんですよ。あ、そうなんですか？ 30 日なんですよ、土曜の。やめますわ、えぐ。確かにね。やめます。なんか雨らしいから。あ、その花見が？そうそうそう。花見が雨らしいから、はい、なんか、先延ばししようかみたいな話になってて、もともと。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ30日も雨降んのかな、もしかしたら。まあ、だから30は晴れみたいなの言ってましたけどね。ああ、そうなんだ。うん、それちなみに何時とか？あ、朝なんですけど、すっごい早いの、香川さん。その、屋形船？そう。そんな朝早くから？ 9 時から11時なの。ああ、それ東京ですか？東京の両国っていうとこですね。あ、両国、ああ、乗り場が。ああ、まあ、どっちにしろ多分行くことにはなると思うんで、あれやったら。ああ、本当ですか。じゃあ、詳細とか送っとくんで、はい、もしよかったら連絡ください。ああ、わかりました。はい。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、なんか忙しいところ。では、すみません、ありがとうございます。はーい、失礼しまーす。コカ君、決定やな。決定かな、これ。今の言い方、決定。はいはい。アムチン？お久しぶりでーす。お久しぶりです。寝てた？いや、ギリギリ寝てない。ギリギリ寝てない？お、起きててんよ。うん。今、山田君と一緒にいるの。ん？誰って？部長山田くんと。ああ、はいはいはい。それでね、なんか来週、うん。屋形船を借りて貸し切りで、やろうかなと思ってるのか、うん、アムチンどうかなと思って。来週？来週の土曜日30日だね。30日？で、結構ね、早い時間なんだよね。朝なんだよね。朝？ 9 時から11時。ほうほうほう。うん。なに、屋形船で何、飯食うの？飯食って酒飲むの。で、こう、なんていうの、花見スポットみたいなとこもあるんだよね。ほうほうほう。うん、東京の。誰来んの？今んとこね、いろいろ来る、いっぱい。決まってるのは、うんうん、最近よく絡んでる無限くんっていうティックトッカーと、知ってる知ってる。愛子ちゃん。うん、出た。中村くんとか、うん。時静香ちゃん、藤見ちゃん、うん。小前くん、貴重くん、宿たん。はいはい、はい。あと、秋子ママとか、山田くん、山ちゃん、ポルポン。うん。あ、でも深夜とか組んでるな。大丈夫かな？まあまあ、別に。あと、ダッスーとか、レイ君とか、天然ストレート君とか。30日東京に朝だよね。そうなんでね。きついよな。最悪ママチンは？ママチン。お前、ほんま。なんかね、みんなね、ツイキャスの人誘ってって言うかな。うん。そう、なんか、ふわっち寄りになっちゃって。そう。あと、ヤミーとかかな？ヤミーとか、チュルちゃんとかにも声かけてる。うんうん、そうなんだよね。たくみくんとか。朝9時からね。
そう、9時からなんで、だから8時半ぐらいに集合になると思うんだよね。はい、前乗りね。どっかな ?30 日。行きたいな、でもね。行きたい?久しぶりに会いたいし。じゃあ一応詳細送っとくね。うん。それで、もしよかったら連絡ちょうだい。了解。ごめんね、寝てるとこ。え、全然大丈夫です。すいません。ありがとう、誘ってくれて。はーい。じゃあね。はーい、部長山田、ほんま、待って。大時を。忘れた。ママチン、ママチン。じゃあね。ママチン。じゃあね。はい。あ、ケイちゃん、ごめん。お久しぶりです。はい。モンドリです。はい、はい、どうも。今、忙しいですか?大丈夫ですよ。あのね、来週、屋形船やりたくて、ケイノスケくん、どうかなって電話したんだけど。何日?30日の土曜日。30日の土曜日。東京で?いやー、難しいな。あ、そうだね。忙しいよね。はい。わかった。試合がありまして。今度またバーベキューでも。また誘ってください。うん、ごめんね。お願いします。はーい、じゃあねー。はい。忙しいよ、ブレーキングダウンだと。まあ、そうやばな。マサヤ?もしもーし。おはよう。おはよう。あのね。うん。来週の30日の土曜日。あ、了解行くよ。え、ほんとに?うん。来てくれる?うん。え、でも朝だよ、朝。いや、もう、前の日からおるよ、じゃあ。あ、そう。うん。わかった。じゃあ、詳細送っとくね。うん。うん、ありがとう。はい、ありがとう、こちらこそ。あ、はーい。あ、いや。はい、ません、確定。空いてます、よろしくお願いします、だって。金梅さん。野田さん。野田さん。嘘でしょ?野田さんも決定。すげえな。胸キュン。ええー。よろしくお願い。嘘でしょ?すげえ。すごくない?メンツ一気に豪華になったね。もしもし。はーい。はい。ごめんごめん。うん。あ、なんか、ゆせくんと二人で行っていい?あ、いいよ。あ、ほんと?オッケー、ありがとう。二人で確定で。じゃあ、詳細送っとくね。ママチンは?うん、ゆせくんにも送っとこう。てか、LINE 送っとこうわ、ゆせくんの。私、LINE がアンノンになっちゃってて、消えちゃってんだよね。ママチンは ?LINE 変わったんだよね。あ、そうそう。ママチンは?ゆせくん行くなら行こうと思う。え、なんて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 。ママチンは?沈めるぞ。じゃあ、よろしくお願いしまーす。よろしく。はい、ありがとう。お願いします。はい。うわ、すごくなってきたね、なんかね。あ、もしもし?どうした?マセン。あのさ、うん、今、ウッキーも一緒におってさ。ウッキーも来てくれんの?ウッキーもいい?いいよ。わかった。じゃあ、ウッキーと一緒に行く。うん。え、チムは?うん。チムは?チムはって。チムは、多分来ないと思いますね。ウッキーくんも。あの、化粧してくれるかな、ウッキーくんね。うん、化粧ですか?うん、女型がいないんだよね、女型が。あ、僕が化粧してきたらいいですか?そうだね、ウッキーは女コースで。あ、わかりました。うん。じゃあ、よろしくね。あ、よろしくお願いします。はーい。じゃあねー。はーい。なんで一緒にいるんだろう。おはよう。おはよう、なめちゃん。あれ、配信見よったんやけどな。うん。あの、メンツ、もし、溢れてしまったら、俺と、あの、俺の、リア友の割れ目の枠、全然開けて大丈夫やで。いや、全然全然。逆に。全然気使わんといて。え、来てほしいんだけど、逆に。ほんと?うん。うん。まあ、奈々ちゃんがそうやって言ってくれるんやったら、すごいありがたいんやけど。もう一番最初で決まってるかな、無限婚たちは。うん、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 うん。なんかある?大丈夫かな?やっちょくんとかいるけど。まあ、
仲良くはないから喋りはせんかな。まあ、結構人数多くなっちゃったかな。うん。まあ喋らない人もたくさんいると思う。ちゃんが言ってくれたら、それでいいから。別にそれ以外はどうでもいいから、はっきり言って。そう？うん。だから、全然気使わんでいいからね、奈々ちゃん。俺、無限君は絶対来てほしい。わかった。じゃあ、俺ともう一人は、うん。よろしくお願いします。割れ目くんね。割れ目くん。うん、割れ目。うん、よろしくお願いします。わかった、ありがとう。はい、じゃあね。はい、はい。じゃあ、気使ってくれたんだ、今。うん。まあ、ただちょっと一瞬飛んできたけど。うん。あ、もしもし。りょうたちょくん？あ、お疲れ様です。はじめましてだよね。はじめまして。よろしくお願いします。今、どこにいるの？今、福岡です。福岡からさ、来れるの？はい、大丈夫？あ、全然大丈夫です。28から広島行って、そっちの方に行くんで。ああ、そうなんだ。はい。で、ちょうどいいね。ちょうどいいです。どの辺ですか？あのね、東京の両岡あたりなんだよね。はいはい、あ、わかりました。あ、詳細ね、送って。うん？無限とかも来るんですよね。そうそう、無限くんも。あ、了解です。あとなんだっけ、割れ目ネポンさん。あ、割れ目ですね。うん。仲良し？了解。割れ目も無限も仲良しです。ああ、じゃあいいね、ちょうどね。はい。はい。TikTok 枠で。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。うん。ねえ、りょうたちょくっていくつだっけ、はいはい、僕今29です。あ、29歳になったんだ。はい。ふわやってる時いくつだったの、ふわっちもほんと2日ぐらいしかやってないんですよ、僕。それで A 版になっちゃったの？ 2 日やってて、斉藤さん配信でなんかこう画面映した時に、その他人が出しちゃったんですよ。パコンって。何を出しちゃったの？下半身出しちゃったんですよ、その。ああ、僕が女の声真似してるときに。はいはいはい。はい。その前はキャス？いやいや、全然もう僕リス戦で15年前から新八茶とか金梅さんとか見てて。あ、だよね。だからそこら辺で私見てたのかな、知ってたんだね。めっちゃ詳しいんですよね、その、うなちゃんまんさんとか、横山みどりさんとかずっと見てて。へぇー、15年間やってたんだ。はい、いや、ずっとリスナーで見てました、中学校ぐらいから。ああ、そうなんだ。そうです、そうです。それで、詳しいんですよ、ツイキャスとか、クワッチとかのメンバーも全部。じゃ、TikTok は何年ぐらいの？まだ1年ちょっとですね。あ、そうなんだ。それそんな有名人なんだ。はい、いや、無限なんてもう、まだ8ヶ月とかですよ。他にさ、TikTok 言う仲良しの人って誰？はい、よっかなんで。いや、みんなその、強いメンバーとかはもうみんなやっぱ長いですね。ああ、そうなんだ。はい。カズくんとかも仲良し？カズもめっちゃ仲いいですね。ああ、そう。カズとかも呼んでるんですけど、カズ来ないと思います、多分。来ないね。全く接点ないよね。来ない。そうです、そうです、そうです。でも、りょうたちょくんのことも好きだよ。フォローしてるから。本当ですか？ありがとうございます。うん。ぜひよろしくお願いします。嬉しいです、めっちゃ。いや、よろしくね。楽しみにしてる、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。なんかあったら連絡して、わからないことあったの。はい、あ、わかりました。よろしくお願いいたします。え、既婚者なの？え？既婚者？いや、バツイチで4歳の子供います。あ、オッケー。はい、よろしくお願いします。はい。なんでニコニコしてるんですか？ワンチャンみたいなやめてください。何言ってんの？いや。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。はい、失礼します。声聞いたら分かったわ。これ、ムカキンさんとかと仲いい人ちゃうかったっけ？そうだよ、そうだよ。やんな。俺見たことある。あるでしょ？ある。エンリ君？あ、お疲れ様。久しぶり。久しぶりです。エンリ君最近、マサヤンの家いなかった？あ、いましたよ。なんか、横になって くっちゃべってたよね。食いながら。そうですね。横になりながらソファーで食べてましたね。モスバーガーかなんか食べてなかったっけん。あ、スキヤ食べてました。スキヤだ。スキヤの牛丼食ってたんだ、そうや。そうですね。よく見てる。普段私食べないのにとか言ってたよね。そうですね。牛丼屋さんいるんですけど。定食しか食べないみたいなこと言ってたよね。はい。あ、すごい。よく見てますね。あ、ちょうど見てたの。怖い。じゃ、エンリ君ね、来週の、はい。30日の土曜日ね、朝っぱらかな、屋形船やるんだけど、エンリ君どう？もしよかったら。いいんですか？僕、レベルの配信者が行っても。忙しくない？最近。いや、もう、暇ですよ。あ、そうなんだ。はい。じゃ、詳細送るね。
ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございます。そう、牛丼めっちゃ食ってて。よう見てんな。普段牛丼食べないんだよ、とか言って。よう見てんな。そうそうそう。で、エンリー君決定で。決定。どうしたの？エンリー君が何？いやいやいや。だから、いやいやいや、それ、あんまり、本当のことなんだよ。何が？何がやねん。自己解決すな。だからさ、文章書いたじゃん。エンリー君が私の携帯をハッキングしたって、どういうこと？頭おかしいんちゃうもん。うん。何それ？あの、パスコードをさ、盗んだんだよ。どうやって？ちょ、もうプロレスいいって。だから、私の覗いて、うん。それでも全部やられたんだよ。どうやってパスコードを盗むの？だから、私の隣に来て、さ、無理くりさ、あの、エンディーバーのでね、うん。一日店長っていうか、私が呼びたい人を、うん。ね、誘って、ね、誕生日パーティーをしてたの。長なりそう。うん。でこよ、長なりそう。それで、YouTube チャンネルもやられたんだよね。うん。それで、エンディ。乗っ取られたってこと？エンディ君しないでしょ、そういうこと。いや、誘ってないのにさ、来たわけよ。うん、さ、酔っ払って。うん。それで、さ、普通だったらさ、あいこさ、おめでとうとか言ってさ、うん。来るのに、すごいさ、怒ってさ、さ、来たわけよ。うん。私は、だからね、絶対ね、また、やりに来ると思ったの。何結局、そんなに？それで私が酔っ払ってる隙に、ね、変えた、さ、ハッキング、あ、じゃあそのパスコードを盗んだ途端、うん。あ、お客さんに呼ばれたわって言って、外出て、5分後に、うん。誰かがあの、端末を、触りましたっていう報告が来たんだよ。じゃあ、あやこちゃんやめとく？うん、あたしは行くよ。だから、それなのにさ、TikTok にもさ、すごいコメントとかさしてくるから、もう全部ブロックしてんのよ。うん。あやこちゃん、あやこちゃんが絡みたい人じゃなくて、あたしが絡みたい人を呼んでるかな。あ、そうだよ。うん、だから。誰々が嫌だとか、どうのは、うん、嫌だったら来ない方がいいんじゃない？うん。ただ40人もね、来ればさ、話さない人もさ、いるわけだし、いっぱいね、知らない人とかもさ、いるし、だから別に喋んなきゃ。まあ、それでいいんじゃない？それでいいんじゃない？うん、そうだよね。うん。OK？ はい。OK？ はい。何やねん、この時間。何やねん、この時間。何だと思こいつ何とプロレスすんねん、もう。ちょっとよくわかんないんだけどな。谷ちゃん、おはようございます。ごめんね、お待たせしました。おはようございます。結構早くから名前出てたんだけど。ありがとうございます。パニちゃんの、あ、はい、そうか、パじゃなくて、ハニワなんだね、名前ね。あ、そうなんです、私。パ、いつも、いつもだから連絡するとき、パニワちゃん出てこないね、って遅くなっちゃうの、ね、よ。パニちゃんさ、来週ね、はい、はい、屋形船やるんだけど、来る？レッスン朝9時とかのやつですよね。そう、早、あ、仕事か。あ、いや、日曜ですよね。土曜日。あ、行けます、大丈夫です。本当？はい。じゃあ、詳細送っとくね。わかりました。ありがとうございます。なんか、ひーちゃんはあれなんだよね。名古屋に行くんでね、そのあたりに、ね。あ、確か、あれは、リアトとかですね。そうだよね。うん。そっか、そっか。はい。じゃあ楽しみしてんね、はにまちゃん。ありがとうございます。送っときまーす。ありがとう。失礼します。確定で。確定で。マッティー？あ、おはようです。お久しぶりでーす。おはよう。お久しぶりです。いや、なんか話聞いたっすよ。え、どうかな？いやねー。うん。俺無理なんですよ。なんか予定ある？多分ね、韓国行くんですよね。あ、そうなんだ。うん、あ、31に行くけど、でもその、なんか地元の近いとこから飛行機で行くから、うん。
広島とかから行くから。ああ、じゃあ、結構バタバタになっちゃうもんな。そう。東京にはいるんだけど、うん。多分昼には帰ろうと思ってたけど、なんかその、ね、マジで、超バタバタになるっていう。あ、そうだね。じゃあ、しょうがないやん。そうなの。何、韓国はお母さんと行くの？お父さんと。いや、それはね、あの、多分絶対行かない。でも、なんだ、親知らないんで、一人で行くっす。ああ、そんな、楽しそう。めっちゃ見たい、その配信。そうなんですか。あの、韓国の、なんか、まあ、ね、小町とかもやってたじゃないですか。うん、流行ってんね。そう、だから、なんか、僕は、ね、そういうとこじゃなくて、あの、治安悪いとこ行きたいんで。ああ、そうなんだ。そうそう、治安悪いとこのが興味ある。なんか、爆発しそうだね、とりあえず。いや、そうなんだ、ね。車とか爆発しそうじゃない？それはないでしょ。首切られたりとかさ。え、でもなんかね、スペインかなんかでね、なんかヘイヘイ君で。ああ、そうそう、そういうのもあったから気をつけてね、海外。そうですね。日本とはやっぱ。ちなみに、屋形船ってのは何時間あるんですか？あ？何時から何時まで？ 9 時からね、朝で朝。はい。9時から11時。ああ、微妙だな。微妙？でももう、保留じゃ無理ですよね、もう。決めないと。そうなんだよね。あ、他に保留の人がいるから決まっちゃったらもう、ダメ。あ、そうですね。あの、人数がね、やっぱね、あるかな。今日までだったら大丈夫かな。あ、今日まで。今日中だったら。じゃあまたちょっとあの、今日中で、まあ、人数と決まったのはしゃあないんで、別に俺、あ、本当？それでちょっと。わかった。また連絡ちょうだいじゃん。はい、ああ、了解っす。はーい。はい。じゃあねー。韓国行くんだって。すげえ、知らんかった。面白そうね。それ絶対見るわ、私。マティアス君の韓国絶対面白くなるよね。MV だ、多分ぐちゃぐちゃになると思う。ぐちゃぐちゃになるよね。ぐちゃぐちゃなるからな、多分。シンゴちゃん？はい。あ、今大丈夫ですか？大丈夫です。あのね、来週、企画で、はい。屋形船をやろうと思ってて、よかったらシンゴちゃん空いてないかなって。え、あ、ほんと、いつですか？30日の土曜日、東京で。うわー、僕、あれです。石川県の、うん。輪島市ってとこ行って、ボランティアマッサージなんですよ、あの、被災地に。石川行くんだ。そうなんですよ、バスで。わかりました。ごめんね、なんか忙しいところ誘って。あの、今度またぜひコラボしてください。ね。はい、会えるの楽しみにしてます。また連絡します。はい、感謝します。ありがとうございます。どどすこー。ラビチューミュやってくれた。やってくれた。やってくれた。やんねや。これお金かかるからね。あとはみんなにちゃんと漏れがないようにちゃんと詳細を全部送んないとね。せいじさん行く確定。え？嘘でしょ？せいじさん確定。本当に？この発音取り方。うわー、すごいな、嬉しいな。せいじさん確定。マジ？すごくね、せいじくん来てくれるって。確定。すごーい。これやばいね。あ、なんじゃ見てくれてる？なんじゃ気にしなくていいからね。ありがとう。足も見てる。ごめんね。仲悪い人もいるけど、うん、で40人もいたら絡む絡まないって。そうやね。あるんだよ。でもなる話やし、ナナちゃんの企画だから別に俺は空気悪くするつもりもないからね。無限君には来てほしいんだよ、うん。だからそれに関しては気にしないで。本当？ね。うん、わかった。ありがとう。政治が俺みたいな過疎がいいのかなって何を言ってんすか、最大大手が。確かに。だから逆にね、人数多かったからこそ、うん、俺は良かったかなって思う。そうだね。だって俺が無理に関わる必要はないじゃん。そうそうそう、そういうこと。少なかったらね、絡む必要があると、ね。言ってくれてる以上は行くよ。ありがとう。ありがたい。だって一番最初に誘ってもらってるんだよ。よう分かってるわ。そう、一番最初に、ね。奈々ちゃんに。よう分かってるわ。結構本当にありがたいことだし、うん、嬉しいことだから。うん、そうなの。だ徳島行くんだから、これから。まあ、奈々ちゃん、あの、横のポジションたまに開けてね。寂しいから。オッケーよ。奈々ちゃんと、横玉ね。一緒にね、屋形船しに行きたいんだけど、うん、奈々ちゃん人気だから、なかなかね、奈々ちゃんの横は取れんと思うから、回る回る。回るか、まんべんなく回るから。オッケー。それだけでいい。
うん、そんなずっといたいとか、うん、ね、そういうのは思ってないから。これ電話ちゃうからな。たまにでいい。うん、電話ちゃうからな。いつも私こんなの配信見ながら。これ電話ちゃうからな。配信見ながら喋ってるの私。わかる気、わかる気する。私の話してる人はね。電話ちゃうからな。うん、ほら、やっぱり。ガチャガチャ貼ってないじゃん。やめろ、ガチャガチャ。わかった、みんな。うん、でもう決定は決定。決定した人はもう決定。決定。で、連絡を待ってる人たちは待つ。そのスタンス。うんうん、で、山田会長と私で仕切るかな。はい。ね。はい。幹事長と主催者で。はい。当日はよいしょ任せといてください。で、2000円は私が負担します。8万円分。うん。品、多いめに出すけどな、俺別に。うん、うん、いいよ、いいよ。もうそれは、なんか、端数嫌じゃん。いや、じゃあ、5人分ぐらい多いめに出そうか。なんで幹事長を出すの？幹事長やから。やっぱり。うん。うん。2個か、2。3個か。いや、もうね、誰々誘ってっていうのは無理かも。うん。で、大体みんなの、太郎くん。太郎くん。ほんまや。忘れてた。うん。太郎くんいいよね。山田くんやんないの枠を。え、いいの？いいよ、いいよ、全然。ご飯食べよっか。ご飯ね、山田くん枠で。うん。何食べる？え、ウーバーしよう。そうだね。うん、ウーバーしよう、腹減った。ほんま俺今日絶対料理出てくると思ってたのに。私もなんかもう疲れた、なんかオーバーヒートしてる脳みそ。100% 料理出てくると思ったのに。大手さん来るよ、大手さんみんな。100% 料理出てくると思ってたのに。料理出てけんかった。みんななんか、バカにしてたけど、結構大手さん来るね。野田さんとか、やっちょくん。ていうか、結局すごいメンツになってるんだ。ラス、ヤミ、テンストくん、セイジくん。すんごいよ、藤見ちゃん、小前くん、貴重くん。オールスターズだよね、これ。